生なんじゃないの、どれぐらいですか、まあ、最近バズったっていうのかな、まあ、最近バズったっていう意味じゃない、新世代に呼ばれてるというか、まあ、すごい頑張ってるなと思いますよ、勢いあるし、まあ、懐かしさを覚えますよね、見てたら、まあでも基本あいつら全員クズなんで、まあ正直あいつらが僕の年齢ぐらいになった時にじゃあどんだけ資産残してるのかって考えたらやっぱどこまで行ってもさっきの話みたいに一部のヒカルさんとかミクロさんとかまあそういう人以外は技術下手なんであいつらもう旬が終わったら終わっていくと思うんですよね、可能性は高いですよね、はい、障害年収で考えた時にどんだけ稼ぐのって考えた時にほんまにホームレスが YouTuber で出てくるよって話ですけどあれってネタで5年後って言ってるだけでほんまに何十年後にはほんまにその人普通に出てくると思うんで、いやそれいるでしょうね、あなたたちね全員ね社会不適合者ですマジでほんまに冗談だけでもう俺からしたらスローモーションに見える全て世の中のその中でもさらにスローモーションの人ですからあなたたちは、だからもうほんまに今のうちに要貯金しときやっていうやつね、いやほんまに痛いですよこれ、ほんまに親心、それは思うのは全盛期っていうのはずっと続かないっていうのはこれは 100% 言い切れることで、これどんな人でもそうでブームっていうのもいつか過ぎるもので、うん、今ブームの YouTuber たちもいつかそれが過ぎたって、うん、俺らもそういう時代があって、うん、でもちろん上の人たちは全員そういう時があってそれを過ぎた時のことを考えてる方がいいかなと思いますね、うん、ちゃんと未来を見据えて今調子乗りすぎない方がいいんじゃないかなって。